みんな、なんで私がここにいるのかって顔してるわね。実は担任の金坂先生が学会の研修に行かれたので、お戻りになられるまで私がこのクラスの担任代理を務めることになったの。理事長代理で担任代理、代理尽くしだけど、みんなよろしくね。静かに。学園祭まであと2週間。お祭り気分になるのはわかるけど、それと授業とは別ですからね。それじゃ、ホームルームを始めます。キリュウ君、これから部活かしら。その理事長代理って呼び方どうにかならないかしら。これから理事長室で執務よ。まったく面倒ったらあるしな。まあ暇があったら顔でも出してよ。バンドのこととかいろいろ聞きたいし。
奏してよ。キリュウ、第三弦が伸びちゃってるよ。これじゃあ音合うわけないよ。このギターはリリスがそのうちお引っ越しするんだから大事にしてほしいの。そうだよ、契約はとても神聖なの。誓いを破ったらリリス死んじゃうんだから。ああ、違うって。ギリュー、間違い多いよ。リリスが教えてあげる。調子悪い？演奏に全然力がないよ。直してあげよっか。作曲のアイデアの湧く魔法を使うの。こうやって。なんで？せっかくリリスが直してあげようと。リリスの魔法を信じてないの？痛い！ブーブー！いけないの？魔法便利だよ。それはキリュウが魔法の勉強してないからだよ。人間族だってすっごい魔法使える人もいるんだよ。ナナイちゃんを描いた人だって人間族だし。知らない？キルシロナナイちゃん、絵の中に住んでいる魔法生命なんだよ。そうそう。
音楽の持つ力と魔法の力って似てるんだよ。実際に音楽を使った魔法って多いし、音楽を作る魔法だってあるんだよ。はあ、リリス、用事があるんだった。キリュウ、今何時なの？いけない、約束の時間に遅れちゃう。じゃあまたね、キリュウ。Thank you.
誠、こんなところにいた。なんでこんなところにいるのよ。まさか約束すっぽかす気？ちょっと用事が伸びただけじゃない。それくらい待っててくれてもいいんじゃないの。わかったわよ。ったく、あんたと約束して信用した。私が間違ってたわ。何よ、暴力でも振るうわけ。やるならやりなさいよ。バカバカしいのはこっちよ。ああ、気分悪いったらありゃしない。